ゲを磨くよりもスニーカーを磨け。どうもデルピエロ石田です。さあ今日も始まりました、デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということでやっていきましょう。今日紹介するスニーカーはこちら。はい、もう見た瞬間に皆さん分かる感じですね。もうはい、もう箱がね、まあ黒じゃなくてちょっと茶色っぽいってことなので間違いなくあいつでございます。早速開けてみたいと思います。ちょっと紙ですけども、はい。そしてね、開けた瞬間にね、もう分かるんですよ、ピンクの紙でね。まあこうやってね、あのスニーカーのね、あのマークがね、入ってるんで。で、開けてみたいと思います。さらに。よし。はい、出ました。今日紹介するスニーカーはこちら。ジョーダン1、トラビス・スコット。イエーイということですね。ちょっと、すげえ靴紐がたくさんついてるからね、ちょっとこっち置いておいて。こっち側でお話ししようかな。はい。よいしょ。はい、ということでですね、トラビス・スコット。はい。でね、まあもうすごいですね。もう世界中が多分争奪戦だったんじゃないかな、このスニーカーだって思いますね、本当に。でね、まあアッパー茶色くてスベードになってて、まあで、後ろにかかとにね、マークがございまして、で、まあこいつの最大の特徴といえば、この逆スウッシュですね、逆スウッシュ。まあ、と、内側に、まあ見えるかな、このマークついてるんですけど、カクスタスジャックってね。まあ、ついててるね。はい。まあ、逆スウッシュ皆さん結構なんか逆がすごいなんか斬新だみたいな感じになりますけど、実を言うと、ナイキはもともと逆スウッシュのスニーカー出してまして、それがね、まあ今年復刻するって言われてるんですけども、結構前に出してて、1990年代にね、ナイキのエアーダーウィンっていう靴が出てるんですよ。それがね、すごく当時斬新で逆スウッシュだったんですよ。このね、かかとにね、こう逆でピョンって入ってて。で、それはもう結構かっこよくて。で、まあ当時で言ったら NBA 選手も履いてて、もともとね、なんかね、外で履くような感じのスニーカーに見えたんですけども、デニス・ロドマン履いてまして、そのエア・ダーウィンを。だからね、結構ね、当時日本でもかなり売れましたね、ダーウィンは。なんで、まあ、そこからね、まあ逆スウッシュのスニーカーって出てきてないんで、ここに来て。だからもう、20何年か越しのこの多分逆スウッシュ、まあ全然ちょっと、ポジションは違います。ダーウィンはかかとなんですけども、まあ、この、トラビス・スコットは、まあ、正面、真ん中にね、こう入ってるんで、ちょっと違うかなと思うんですけど、まあ、逆スウッシュも結構ありましたよっていう、ちょっとね、小話でしたね。で、さらに言うと、ここにね、マジックテープがあってね、こう、小銭を入れることができるっていう風になんか、こうなって、まあ、お札も入れることはできると思うんですけども、ね、はい。こんなとこに小銭入れますかねって感じですね。昔なんか、僕、ニューヨーク住んでる時に、カツアゲになった時に、財布とかね、ジャンプしてチャラチャラ言ってると危ないからって、靴の中に、お金を隠してたことありましたけど、はい。だけど、ここに、まあね、トラビス・スコットみたいな、いかついね、まあ、黒人さんたちがこんなところに、ね、小銭を入れるかっていう話なんですよ。入れないですよね。どう考えても、あれしか入れないですよ。420の話に戻っちゃいますけど、多分、ああいうものを入れるようなんじゃないかなって、表向きはお金って言ってますけど、多分ね、あれでしょうね。はい。僕は多分そう思いますね。はい。でね、まあ、さっき言ったように紐が、こう、結構ついてまして、赤と茶色とピンクと白とね。すごいです。なかなかこんなたくさん紐ついてるね、冗談はもうないと思うんですけども。まあ、すごかったですね。で、こういうのってやっぱりちょっと、まあ、売れたじゃないですか。ってことはね、多分ね、僕の予想ですけど、まあ、後々、まあ、そんなすぐには来ないと思うんですけど、まあ、復刻も多分すると思います。で、まあ、その多分復刻も売れるんでしょう。はい。でも4と1ときて、エアホース来て4来て1来てるからね、次はトラビスが何出すのかちょっと僕わかんないですけども、今トラビスの勢いが止まんないですね。実際僕トラビス・スコットの曲はね、あんまり聞いてないんで、まあ聞いてるんですけど、あんま好きじゃないから、どちらかというとまだ、ケンドリック・ラマーの方が好きかなっていうイメージですね。だからトラビスは、僕これ、そうです。これ僕、実際これ僕のものじゃないんですよ。ちょっとお借りしたものなんですけども、はい。僕はこれはちょっと参戦しなかったですね。チャレンジもしなかったですね。はい。ということですね、今日はね、世界中が争奪戦になった磯子を紹介させていただきました。ということで、今日はこの辺で失礼します。今日紹介したスニーカーは、ジョーダン1、トラビス・スコットでした。